うございます。おはようございます。最新薬道具協会の会長、中村英二さんです。この度は日本人生を満足となります対新薬テストにご参加くださいまして、本当にありがとうございます。昨年の2月に第1回目を開催し、今回で4回目になるんですけれども、この3回で延べ11名の方がご参加しております。今回ご参加くださいます皆様が一人で多くの方がご参加されますことを心から願っております。今回、初、そうですね、受験ですね、はい、中村さんです。よろしくお願いします。お願いします。中村さん、普段は外は、タイヤの金型を作ってまして、はい、あ、じゃあもうゴルフとはもう全然関係なく。そうですね、はい、ゴルフはもともと昔から。いやいや、もう30ぐらいから始めまして。お、はい、じゃあ、もうゴルフお仕事関係かなんかで。そうですね、クライアントさんの関係もやっぱゴルフメーカーさんも多いんで、でそこからもうどっぷりゴルフ。そうですね、はい、で今回、はい、そのこのテストを受験する、はい、なんかその理由というか、なんでチャレンジしようというふうに思われたんですか。まあ、あの友達が、タイに在住の友達が、うん、まあ、こういうテストがあるよっていうので、うん、まあまあ、どっかの区切りで、まあ、日本のアマチュアの試合もちょこちょこ出たりしてたんですけど、プロってまあ一回ちょっと、あの、なんかどんなもんなのかなっていうので。なるほど、はい、そんな感じですね。ちょっとこう夢の舞台というか、今まで自分がこう見て観戦してて、テレビとかで見てた世界を自分でちょっと踏み入れてみたいな。そうですね、はい、で今回も午前中、はい、まあ、筆記というか、改めてルールの講習で、外に出てのまたルールの講習だったんですけど、はい、どうですこのルールの講習は。そうですね、まあ、改めて、まあ、変わってるところもあったので、改めてなんかいい勉強になったなと思いますね。いや、これからね、またテストがありますんで、はい、そうですね、こうテストクリアして、そうですね、はい、で明日がまたね、はい、実技ということで、はい、なんかどういうこの3日間にしていきたいですか。そうですね、まあ、今日、まあ、学科は絶対ちゃんとパスして、まあ、すぐ明日からの準備に、まあ、あの早めに終われば準備して、はいはい、まあ、明日はちょっと本当、まあ、できればパープレぐらい回りたいですけど、うんうん、まあまあ、逆にカットラインギリギリでも、まあまあ、ちょっとそのいろいろ自分の調子と相談しながら調整していきたいなと思います。いや、もうあの日本人スタッフ、はい、注目選手なんです。いやいやいや、全然です。楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちなみに吉岡さん、はい、普段のご職業は。いや、サラリーマンですけども、はい、なんていうんですか、もう定年64歳なんで、ゴルフが好きなんで、ただあの、うん、テレビ の, あの CS のその番組のメインの方も出るような話を聞いてたんで、まあ、そういうミーハーな一心で。まあ、でもただこうチャレンジしてみたいなっていう。まあ、そんなになかったんですけど、最後はやっぱあの、この禅の、はい、マブさんが、はい、積極的に、いや受かる可能性は ないと思ったんですけど、うんうん、一回あの、タイ来た時に練習、一日時間が空いたんで、うんうんうん、あの、連絡取ったら、その練習ラウンドだけ、うんうんうん、僕はただその練習ラウンドだけ楽しもうかなと思ってたんですけど、あの、もうあの背中を押していただいて、まあ、だから青春の楽しみがまたガーッと盛り上がったんじゃないですか。いやと思って最後まで悩んだんですけど、まあ、どうせ、うんうんうん、あの受からないつもりで、はい、あのもうあのこう優柔不断なあの考えで動いてたんですけど、本当に背中を押してもらって、今回はもう落ちるのはもう 95% いやいや、まだ分からないですけど。さあ、はい、まあ、とにかく、まあ、今日、ね、初日、はい、この、ね、はい、筆記試験が終わりました、はい、これから明日、明後日と、まあ、実技になってきますけれども、はいはい、どういうこの3日間に。いや、今言ったようにもう楽しんで、うん、あ、帰るということで、次回はあるかないかはちょっと分かんないですけど、はいはい、そういう気持ちです、本当に、はいはい、もう本当に僕ら応援してますもん、吉岡さん、はい、頑張ってください、はい、もうね、そして楽しんでください、はいはい、ありがとうございます。もうあの頃の青春を、はい、
枚いや写真あのこれ僕よく見てますいろんな番組じゃあこの後撮りましょう写真はいお願いします応援しております、はい、ありがとうございました頑張ります。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に、まあ、3日間の初日の、まあ、筆記試験、久しぶりの、まあ、このテスト筆記試験でしたよね。いかがでした。なんかあれですね、新鮮でした。新鮮だったし、なんか改めてこう、うん、なんていうんですか、ルールをちゃんと見直すっていう意味では、うんうん、すごくいいというか、ね、なんかね、必要なもんだなと思います、ね。なるほど、なるほど、はい、なんか改めてもう一回勉強すると、あ、こういうことなのか、ああいうことなのかっていうので、こうちょっと楽しくなりますよね。そうですね、なんかプロになるためのやつなんだなみたいな気にはなりますよ。ステップね。そうです、そうです。で、これね、一番聞きたいんですけど、はい、なんでこうチャレンジしようっていうふうに。もともとゴルフ歴は20年ですよ。20年。だから学生の頃やってたっていうわけでは全くないです。ですよね、はい、そこからこのプロを目指そうっていうふうに、なんかこうきっかけみたいなのって何ですか。なんですかね、やっぱまあ僕職業が、まあね、はい、ゴルフで、ゴルフもそうですけど、うん、まあ、ゴルフをやっていく上でやっぱりですから、そのプロになるっていうことがどういうことなのかということも知りたかったし、今回主催している中村氏自体もずっと仲良くさせてもらっている中で、まあ、それを盛り上げていきたいっていう気持ちももちろん大きくあって、なんか一人だけ単身でやるっていうことになるよりかは、環境が操作したら大きいかもしれないね。もうゴルフウェア、人気ウェアブランドのラッセルノで、これから、まあ、例えばプロになった場合、競技にこの適したなんかウェア作りみたいなのとかってなっていく、このきっかけみたいなのってなるんですか。逆になんか挑戦したいですね。オンプレートしてどこまでね、できるかね。いや、なんかいろいろと楽しみなこの残り2日間になりそうなんで。ありがとうございました。よろしくお願いします。応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。水坂さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、3日間のこのプロテストの初日、はい、筆記のまあ講習と、はい、でまた野外に行っての講習、そして今テスト終わりました、はい、いかがですか。ですね、まあ、こういうテストを受けるのは初めてなんで、多少は緊張してました、してたんですが、まあ、なんとかあの無事に終えてほっとしてます、まあ、明日からの実技の方が心配ですけどちなみに、はい、水坂さんは普段は、ご職業は。あの郵便の代行発送をやっております。そこからなぜこの、まあ、プロのこの門を叩こう、テストを受けてみようというふうに思われたんですか。そうですね、あの一応57からドラゴンプロをやっておりまして、うん、でまあ、ちょっと、怪我もあったりして、去年、はい、ドラゴンの競技生活を終えたもんですから、人を区切り、そうですね、はい、一応競技やめた後にドラゴンロスじゃないんですけど、はいはい、だいぶふぬけ状態になりまして、はいはいはい、ラウンドしててもつまんないと、うんうんうん、だから何かやっぱり目標があった方が、その普段ラウンドしてても、ちょっとモチベーションが保てるんじゃないかっていうことで、たまたまあの去年2月に、はい、知り合いとタイに遊びに来てた時に、まあ知り合いがテストを受けてるっていう情報を得まして、じゃあもう一回ちょっとチャレンジしてみようかと、いうことで、まあ、こういう年代になりましたけど、挑戦して自分のモチベーションを上げたいなということでチャレンジさせていただきました。今の現在ご年齢がは61歳です。ということはスーパーシニアでのこのプロテストのチャレンジ、ね、はい、このチャレンジするって決まってからのモチベーションはやっぱり、ね、上がりました。あとやっぱ人生の充実度みたいな。そうですね、ありましたね、この先のちょっと楽しみもまた増えたかなっていうのがあるんで、はい、生きがいにはなってます。さあ明日がまあ実技初日、はい、そして2日間ありますけれども、そうですね、どういうふうにチャレンジしていきたいですか。いや今、できる以上のことはもうできないと思うんで、今現状でできる限りのことを明日明後日ちょっとトライしてみようかなと思います。いや、応援してます。頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。佐藤さん、ご年齢は。
今50ですね。50歳、はい、じゃもう本当にじゃシニアになってっていう、はい、形でこのチャレンジなんですけれども、はい、なぜチャレンジをしようというふうに思われたんですか。元々の高校時代3年間ゴルフやってまして、はい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 、その後ずっとやってなかったんですけど、うんうん、やっぱ2020年のコロナが始まるときに、うん、ちょうどタイに赴任することになりまして、はい、そこでゴルフを始めまたやりだしたんですよね。そこから復活。あ、そうですね。それまで出張で何回か来てたんですけど、はいはい、その時はもう遊びでやってたぐらいなんで、うん、はいはいはい、ただ来てからはもう土日ゴルフになって年間100ラウンドぐらいがずっと続いてたんでそれでですね、はい、だからお仕事も踏まえながらのラウンド で、まあ、年間100ラウンドぐらい、はい、でそこからまあ高校時代に学生の頃にやってた あのまあゴルフをそうですね、またやろうかなっていう感じで、はい、今回受けてみようと。明日実技になります、はい、どういうこの実技の2日間にしていきたいですか。ちょっとスコアはまあ気にはしますけど、うん、やれることをやってですね、うん、まあ3ホールに1つボギー打って大丈夫なんで、うん、その辺をこうわきまえながら気負わないで頑張っていこうかなと思ってます。そして最強の助っ人の佐野プロがキャディーでキャディーで、はい、やってくれるということで非常に心強くてですね、最強助っ人があって、はい、僕たちもちょっとざわざわしますのでもうねプレー楽しみにしております、はい、楽しんでください。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。まずは斉藤さん、ご年齢からお聞かせいただいてもよろしいですか。最年長ですかね。え、62ですよ。え、お若い。スーパー新人。ゴルフ歴は？は一応社会人になって18から30までやって、はい、30から40まで10年間辞めて、はい、でそれでまた始めて。これね、皆さんにお聞きしてるんですけど、このまあタイのシニアのプロテスト。はい、チャレンジしようと思ったすごいでしょ。きっかけって何ですか。いや、きっかけは私会社経営してたんですよ、はいはい、で2年前に会社を売っちゃって60過ぎて、はいはい、で少し何か やらないといけないなと思いながら、うちの奥さんがボケるのが怖いからと、うんうん、でたまたま友達からこういうのがあるよって教えてもらって、うん、でいろいろと調べたらここに出会って、うん、でうちの奥さんにやっていいって言ったら黙ってやりなさいって。奥様がとにかくサポートしてくれて、もういい奥様なんですね。今頃奥さん孫とで大阪に行って遊んでるんだ。なるほどなるほど、はい、ただその何かこう人生の空白を埋めてくれて、そしてなんかまあ青春を取り戻すというかもあるし、うん、あと私みたいな年でも、うん、なんかチャレンジするっていいと思いません、うん、いや思いますね。さあ今日初日が終わりましたよ、はい、これからまあ明日が実技2日間あります。どういう残り2日間にしていきたいですか。いやもう楽しんでやるしかないじゃないですか。ここまで来た。いやこれねもう僕らね応援してますから、応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。有馬さん、ちなみに年齢をお聞きしてもよろしいでしょうか。今満で56歳ですね。56歳。はい、なんかトレーニングされてます。トレーニングしてます、ね、やっぱりね、はい、元気な感じがもうにじみ出ていますよ。感謝します。ありがとうございます。で、ゴルフ歴はちなみに？で、私8年ですね。うわ、すごい。はい、この、まあ、タイシニアツアーのこのプロテストに受けたいと思ったきっかけって何ですか？きっかけですか？はい、大病をしまして、で、はい、それでまあなんとかゴルフができるまで回復したんで、うわ、で、まあ大げさに言えば楽しめるための資格という、まあエンジョイゴルフという健康と。なるほど。その大きな病気をして そこから何かこうまた自分のきっかけ作り、 それがたまたまこのテストという部分を。そうです、テレビで知って。実際今日初日でした、はい、初日の筆記試験、もちろんこの講義があって、はい、その後テストという、ええ、久しぶりだったんじゃないですか、こういう空気というか。そうです、もう学生時代のテスト時代で、ね、ですよね、はい、この頃少しちょっと蘇るぐらいの。楽しかったです。楽しかったですか、はい、で明日からが、まあ、2日間競技の、はい、まあ、実技ですよ、はい、この2日間どういう自分の表現をしていきたいですか。そうですね、今回はまず学科テストの合格、うん、第1回目なんで、うん、目標、はいはい、でもし実技でその実力が伴ってなかったら、うん、受かるまで。うわ、受かるまでです。
これはもうやっぱ永遠にチャレンジしていきたい。永遠です。あのもう言ってます。もし今回ダメだったら年明けにまた申し込みしてる。2月に、はい、もうもちろんです。でも2月受かったら今度すぐにトーナメントですから、それはまた夢の話です、はい、まずは一歩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 で受けて。いや僕らねみんな応援してますから。ありがとうございます。もうぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。初日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。たとえさんに、インタビューしていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。そしてたとえさんお隣にいらっしゃるのが、今回帯同キャディいろいろお願いして条件があればできるということで、お名前が長男のケントです。ケントくん、はい、聖太くんです。パパに一言頑張ってって何かみんなでこう支えてるこのポッドキャストだっていうふうが伝わってきますけれども、どうでした、まあ、その今回初めてのプロテストと、まあ、今筆記試験ありましたけれども、テストも受けました、講義も受けました。なんか学生時代な雰囲気ありましたよね。なんかどういうふうに感じられました。今回ねプロテストを受けるっていうふうになって、うん、まあ、自分 の, なんていうの生活もすごい変わったし、うん、でゴルフに対して もう熱の入り方が、目標がいいとか全然去年だったから、うん、それまではまあ適当にこうやってやるぐらいの感じだったんですよね、うん、で何よりも彼らがなんかゴルフに対してすごいまず全員取り組んでるんで、あのお二人ともお子さんも、ゴルフは、そう去年のこれから始めたんですけど、じゃあもう本当に今まさにみんなでゴルフをで家族の、まあ、一つのキーワードになってるっていう。あ、そうですね。お父さんのチャレンジを息子さんお二人にも見せたいなっていう、まあ、そこまでないですけど、うん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 、見ててなんか自分らですごい真剣に取り組んでるから、今まで学校の勉強とかよりも全然取り組んでたりして、うん、なるほど、僕もびっくりしてます。明日から2日間実技ですよ、はい、まあ、どういうふうなこう2日間にしていきたいですか。ボールコンディション的にボールが埋まるんで、うんうん、あんまり見えないところに打つと、まあ、多分ロストの可能性の方が高いから、うん、まあ、とりあえず見えるところに置いとけば、うん、で練習ラウンドもそれなりのスコアで回ってきてるんで、うんうん、はい、まあ、あとは運任せて、まあ、と天気とね、その運とね、いろんなものがこのゴルフはありますから、ぜひもう我々このたとえファミリーをもう応援しまくってこの2日間盛り上げていきますので、最後まで楽しんでください。ありがとうございました。じゃあ お父さん頑張って、最後にこのカメラに向かって3、2、1、9、お父さん頑張ってキャディも頑張ってね。それでは高瀬さん、お願いします。昨日の、はい、まあ、初日、はい、まあ、筆記試験、はい、でまあ、講習あって、そしてまあテストという形だったんですけれども、うんうん、いかがでした、なんか久しぶりのそういう講習。1日、まあ、半日ちょっとか、うん、座学って、まあ、普段あんまりこう経験しないことを経験させていただいたん で、うんうん、でかつもう一度本当の基本のルールのところ、はい、ここを勉強させていただいたので、うん、まあ、今後のゴルフ の、 人生にも役立つかなというふうに思ってます。高塚さんはずっとメモを取りながら僕ね、もう本当に後ろで、そうですね、もう本当真面目な方なんだなって、一個一個本をファッと広げてっていう、で一つ一つチェックしながらっていう。ありがとうございます。もともと高塚さんはそのご職業は、あ、今普通に会社員で、会社員で、はい、で年齢が、年齢が今ちょうど50歳、50歳です。ゴルフ歴はもうジュニアの頃からですか。いや、ずっと野球やってまして、うん、で社会人野球まで実業団までやらせていただいて、なるほど、でそのまま会社に残らせていただいて、はい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 、で、いはい、もうもともとがその野球人として、まあ、そうですね、ずっと、まあ、甲子園も目指し、そうですね、で大学社会人と、そうですね、もうやってきたと、そうですね、はい、これちなみにですけど、はい、この対シニアプロテスト、なんでチャレンジしようと思われたんですか。まあ、その普通に働くようになってから、うん、まあ、休暇いただくたびにタイにゴルフに、まあ、遊びに来てる中 でたまたまこのレガシーで回った時に、うん、まあ、そういうことをやってるよと、うん、なんかのこう縁なのかちょっとわからないですけど、うん、まあ、こういうのをチャレンジしてみたいなと、うん、逆にこういう環境をいただいたっていうのに感謝したいなっていうところで今回受講させていただきました。こうやっぱり準備段階があるじゃないですか。ああ、そうですね、はい、やっぱ今までのゴルフ人生とちょっと変わってきますよね、うん、まあ、変わってきますね、ちょっとなんか将来の設計っていうか、あ、こういう、まあ、なんか目標がある程度できるなっていうのは感じています、うん、
さあ今日から2日間ですよ、はい、実技が始まります、はいはい、まあ、意気込みを最後にこのカメラに向かってお聞かせください。なかなかこう普段の自分というのはまあ難しいとは思うんですけど、まあ、どれだけリラックスしてできるか、まあ、最初のティーショットは多分相当緊張するだろうなと思ってますけど、うん、まあ、普段やってきたことが出せるのが一番かなというふうに思っているので思いっきりやりたいと思います。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。